それでは残る時間桜を見るかについてお聞きします、えー、まず写真のパネルを、えー、これはですね悪質なマルチ商法で仮想通貨クローバーコインを販売していた四葉ホールディングス本社で撮影された写真です被害者の男性が2016年に撮影したものを赤旗日曜版が入賞いたしました壁に飾られた写真は2枚とも淡路社長と安倍総理が一緒に写っていて 被害者の男性はこの写真を見て、すごい期待ができると、四葉ホールディングスを信用したというふうに話をしているんですね。これ、実はあの4日の予算委員会でも取り上げました。で、掲げられていた写真のうちの1枚、これは2016年、桜を見る会の写真ですよねというふうに指摘をいたしまして、この,あの顔が分からなくなっているところの部分を外して、総理にもお届けしました。総理、これ、桜を見る会の写真だというふうに確認できたんじゃないでしょうか。 内閣総理大臣あのまあご指摘の、えーまあ、写真につきましてでございますが、あの桜を見る会のです、ね、個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報であるため、招待されたかどうかも含めて、まあ、従来から回答を控えさせていただいているところでございます。そしてまた、あのー 魚を見る会での写真ではないかというお尋ねでありますが、これ、4年ほど前のことであり、まあ、日常的に多数の写真撮影に応じている立場でございますので、まあ、どのような場面で撮影されたものかをです、ね、確認することは困難であるということは、まあ、先般の予算委員会でも同じ写真を見据えておりますので、そうお答えをさせていただきました。そして前にいたしししてて前ままもです、ね、私も私妻もご指摘の人物を存じありませんし 本年2月24日付の新聞赤旗によれば、当該人物自身もです、ね、総理夫妻と一緒に写真を撮影したことがあるだけの関係に過ぎず、会話らしい会話もしたこともなければ、知り合いですらないと旨、ね、回答しているものと承知をしております田村智子さんあの2016年、桜を見る会の画像っていうのは、インターネット上にいっぱいあるんですよ。で、総理夫妻だけじゃない、おそらくそこに一緒に並ん,あの並んで写っている方はね、お顔の分かる方がいらっしゃるでしょう。 いらっしゃるんですよ、いらっしゃるはずなんですよ、そういうのと照らし合わせれば、着ていた服とかね、見れば分かるはずなんですよ、なんで確認しないんですか安倍内閣総理大臣あの。先ほど申し上げましたようにです、ねえー、これ繰り返しになりますが、桜を見る会の個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報であるため、招待されたかどうかも含めて、まあ、従来から回答を差し替えさせているところでございます。田村智子さん あの私はね、根拠を持って桜を見る会の写真だっていうふうに示してるんですよ、これ確認したくないんでしょ、認めたくないから。で、問題はね、この写真、総理夫妻と一列に並んでの記念撮影だってことなんですよ、桜を見る会は開会すると、総理は黒山の人だかりの中にね、埋もれるようになってしまうので、こんな写真は撮れないんです。そうすると淡路社長は 桜を見る会に招待されただけじゃなくて、講演会の皆さんと一緒に開門時間前に新宿御苑に到着しなければ、こういう写真を撮ることはできなかったはずなんです。だからね、誰の推薦で、どういう理由で、このマルチ商法の淡路社長が招待されたのか、これ、ね、名簿がなくても、ここに写っている人たちから話を聞けば分かるんですよ。だから聞いてるんですよ。 昭恵さんや安倍事務所に確認してほしいんですどうですか安倍内閣総理大臣委員長、えー、私の事務所においてはま講、あ、演会関係者を含めまあ、地域で活躍されているなど、うん 桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方をはじめ、幅広く声をかけたとのことでありましたが、推薦者名簿はですで、ね、に廃棄をしており、個々の推薦者については分からないということでございますし、また私自身もそれは4年前のことでございますので、また日常的に多数の写真を撮っているところでございまして、それをです、ね、どこであったかということを確認することは困難であるということは先ほど申し上げたとおりでございます田村智子さん。淡路社長と 安倍昭恵さんんとの接点はあるんですよ下関市の関門海峡を望む場所に、宿泊施設、ウズハウスが2016年にオープンをしました。このウズハウスのエントランスには、資金提供者のネームプレートが飾ってあって、カタカナではありますが、淡路昭仁という名前が確認をできます。赤旗の取材にも、淡路氏の代理人弁護士は、資金提供したことを認めています。総理ね昭恵さんは ウズハウスの運営会社の取締役ですよね、確認します安倍内閣総理大臣あの、それ、突然のご質問でございますので、えー、私自身あの、確認してからお答えをさせていただきたいと思います <laughs> 田村智子さん。知らないはずないじゃありませんか、あの私、あの会社の登記簿見ましたよ、取締役の3人いるんですけど、1人は安倍昭恵さんなんですよ、そんなことまで答弁しないっておかしいですよ。でこのね ウズハウスの建設を計画したのは、株式会社チーム A、これは代表取締役が安倍昭恵さんなんです。で、地元説明会も、首相夫人が初の地元説明会という見出しで、山口新聞が報じています。資金提供の呼びかけも、昭恵さん自身が動画で3000万。 大変厳しい金額ですけれどもどうか皆様方のご支援で達成できますようよろしくお願いいたしますと直接呼びかけておられるわけですねで、この資金提供の資金提供には見返りメニューがいろいろと揃っていたわけですねえ、その1つが10万円の資金提供で昭恵さんも参加するウズハウスメンバーと海峡花火大会を 屋上で観覧できます。つまりウズハウスの屋上で花火を見る会ができますよっていうことなんですが、これも総理確認しますが、この2016年ウズハウスの屋上での花火を見る会には総理も参加をされたわけですよね。安倍内閣総理大臣。あのまあいわゆるまあクラウドファンディングっていうのはですね、まあさまざまな。 このファ,フ,ァンダにファンドに参加すればです、ね、いろんな対応があるということで集めるものでございまして、これ誰でも参加をすることができると、まあ、こういうことでございますが、その花火大会にはです、ね、たまたま私も花火大会に行っておりますので、まあ、当初から予定はしていなかったのでありますが、あの花火大会から次の場所に行く間です、ね、その道すがらでございましたので、あの 次の会場に移る段階において、車から降りて、そこに行ったということでございます。また、花火大会において、私と私の講演会の方々も若い人たちも一緒でございましたので、そこに行こうという話になり、私は車で行き、その他の方々も大勢そちらに行ったものと、私は記憶をしております田村智子さん。よく分からなかったんですけど、つまり、ウズハウスの屋上で、 その花火を見る会に参加をされたということでよろしいわけです安倍内閣総理大臣 <laughs> あの。花火を見る、花火自体はですね、私はあのお、えー、いわば花火大会の会場で、えー、あの見て、えー、これ花火大会、海峡花火大会というものがあって、それは海峡花火大会を主催するところで、海岸沿いにですね、えー、会場が、大きな会場が出されておりまして、そこで私はご挨拶をいたします。 そしてたくさんの方々とともにそこで花火を見るわけでございます。そしてその後ですね、あの別のまあ大きなこのまあ伝統的なお祭りがございますので、その会場に移る途中であるということで、そこで私は車を降りてそこで集まっている人たちにちょっと挨拶だけをさせていただいたということでございます。田村智子さん。いやあのウズハウスの屋上で。 安倍総理夫妻、ちゃんと記念撮影してるのを、フェイスブックで安倍昭恵さん、上げてるじゃないですか、だからウズハウスの屋上でね、い行きましたよね、花火大会の日に、なんでそれ認めないんですか安倍内閣総理大臣。あの先ほど、私、認めておりますよ。認めてりりますすすでからあの繰り返しになりますががその日はです、ね、会長花火大会が あ,ありですね先ほども、その,先ほどのその前にも、こうお答えをさせていただいたところでございますが、えー、海峡花火大会がありですね、えー、それは下関市と北九州市の共催のものがあるわけでございまして、そこに行って花火を見、そしてごあ,のあのご挨拶をしです、ね、あの地域の皆様と歓談をした後ですね、 その後、まあ別の大きな伝統的な祭りがございますので、そこに移るときにです、ね、移動の途中でそちらに寄ったということは、先ほども先ほどの前もそうお答えをさせていただいたところでございますが、そこに行くということはあらかじめ決めていなかったのでございますが、そこに行こうということになりです、ね、また講演会の方々も、まあ、徒歩でそこに参加をしたということもあるわけでございまして、私は車で行ってそこに行ったということでございます。 田村智子さん今あ,のありましたけどね、ちょっとやましいところがあるのかなと思えるわけですよ、渦ハウスで写真を撮ったことが、このね、えー、と淡路市もその渦ハウスの屋上で、この,あの花火の日にいたっていうことは、昭恵さんのフェイスブックの写真でしっかり確認ができるんですよで、ね、やっぱね、そこで撮られた写真がこれだから、この今お示ししている写真、ゲストってね、こうプレートを首から下げている。 だからね、長々と、あたかも不特定多数の花火大会だったというようなことをね、ごちゃ混ぜにしてあなた答弁してるんですよ、総理は。あのこれね、総理の隣でしょ、だから本当にね、四つ葉ホールディングスにとっては絶大な影響力があったんですよ。花火大会後の10か月間の売り上げ、192億を超えて、それまでの1年間の実に7.5倍になってしまったわけですよ。これもね天氏が 資金提供者として、ウズハウスから招待されなければ撮影できない写真なんですよ、そうじゃないですか。安倍内閣総理大臣 先ほども申し上げたところでございますが、いわゆるクラウドファンディングというのはです、ね、多くの方々をこのネット等も含めて募るものでございまして、その中で、そうした寄付を出した方々に対しましては、写真を撮ったりという対応をしていたということなんだろうと思います。 であのそもそも私は行く予定ではなかったのでございますが、あのえーまあ、たまたまです、ね、私はそこにお伺いをさせていただいたということでございますが、まあ、政治家でございますから、これ、本当にたくさんの方々と写真を撮ることが、私の場合はあるわけでございます。 そしてあのまあ新聞赤旗によれば、当該人物自身も総理夫妻と一緒に写真を撮影したことがあるだけの関係に過ぎず、会話らしい会話をしたこともなければ、知り合いですらないと旨、回答しているものと承知をしております田村智子さん。当該人物にとっては写真を撮ることが極めて重要だったんですよ、極めて重要だったんですよ。あのウズハウスは昭恵さんの個人的な事業なんです。でそこに淡路氏が資金提供をした その見返りで招待されたこのウズハウスの屋上で、総理との記念撮影まで実現することができて、桜を見る会での記念撮影と合わせて、総理の写真が使われて、結果としてマルチ商法の被害を大きく広げてしまったんですよ。そしたらね、なんでこういう事態が起きたのか、私は総理は昭恵さんにもしっかり話を聞いて、私、質問してるんですから、それに対してちゃんと答えるべきだと思うんですけど、いかがですか。 安倍内閣総理大臣あの先ほど来、ご質問にはお答えをさせていただいているところでございますが、なおです、ね、悪質商法については、まあ、状況に応じて、関係当局において必要な捜査や調査が行われているものとまあ承知をしております。またま、政府として、消費者庁を中心に、今後も消費者被害防止のための施策等をです、ね、強化してまいる所存でございます。 はい、田村智子さんあの4日にも指摘しましたが、ウズハウスへの資金提供者のうち、赤旗編集部が確認しただけでも34人が、桜を見る会に参加をしているんですよ。で、ウズハウスのこのクラウドファインディング、つまり資金提供の呼びかけの期間、これ、2016年1月21日から4月の20日、桜を見る会は4月の9日、ちなみにこの年の桜を見る会で、乾杯の発生というのは、なぜか詩人であるべきの昭恵さんなんですよね。昭恵さん、乾杯の温度も取ってらっしゃるんですよ。 昭恵さん個人の事業への資金提供と、桜を見る会への招待がつながっているのではないのかと、こういう疑惑が今、浮上してるんですよ。これはね、内閣府に名簿がなくても、昭恵さんやその関係者に話を聞けば、この淡路さんがなぜ桜を見る会に招待されたのか分かるはずなんですよ。聞いていただきたい、確認していただきたい。いかかがですす時間来ております あの桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房および内閣府において、取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、そのご批判は当たらないと思います以上で、田村智子さんの質疑は終了いたたししましたこれににて内政外交の諸課題に関する集中審議は終了いたしました。 次回は明日10日午前9時から公聴会を開会することとし、本日はこれにて参加いたします。